か。こんなに変わるんですか、はい、キャップ一杯で。これは怪しい怪しい通販番組になってましたね。本当です。平気でしょうかこれ。これですか。これはまあこれはガソリン車用の今回開発した旧車専用のオイル添加剤なんです。突然ですが、はい、テリーさん土屋さん、エンジンオイルの添加剤ってご存知ですよね。突然だね。突然なんですけど。知ってるよ、昔からあるよね。ですよね。うん、具体的にはちょっと分かんないですね。具体的には、まあ、エンジンオイルの添加剤入れると、うん、エンジンオイルの性能がぐっと上がったりとか、うん、あとはまあ性能を補う効果があるとか言われている。うん、そんなのだって、まあ、俺ら若い頃からあるじゃない。まあそうだよね。古い車になるとね。そうなんですよ。うん、どうしてもね、こう長く乗ってる車、古い車はエンジンがちょっと周りが悪いとかね、うん、調子悪くなったり。新車はね、今時の車だと入れても分かんない。俺もやってみたけど、DKTV で、うんうんうん。だけど旧車だと、あれなんか軽い。あそう。やっぱりそう。そう、吹き上がりとか、あのアクセルレスポンスが軽。なるほど。そう。というわけでね、はい、今日は旧車用のエンジンオイル添加剤の効果を検証していきたいと思います。いいですね。はい。このボロい車用意した方がいいよ。いやあと興味ありますよねこれ。そうですね、うん、古い車好きだしね、テリーさんね、はい、というわけで今回検証するにあたりまして、エンジンオイル添加剤を開発販売されている、うん、エースインターナショナルトレード株式会社の丸山さんにお越しいただいております、はい、丸山さんよろしくお願いします、はいはい、これどういう会社ですか、丸山さんの会社は。はい、うちはですね、あの主に自動車用、あとはですね船舶、大型の船なんかもそうなんですけど、うん、そこに使う添加剤の商品を企画、開発、販売、まあ、そういう会社です。そこの専門、はいはい、あそうです、専門ですね、基本的にね、はい、なるほどなるほど、ね、で今回はちょっと商品を商品見せてくださいということなので、はい、ちょっとその商品をね見せていただきます。これですか。これはまあこれはガソリン車用の今回開発した旧車専用のオイル添加剤なんです。で今日全開って言うんですか。はい、全開です。すごい。いやだから具体的にね、あのちょっと分かりませんけど、はい、これを入れたことによって、うん、どういう効果があるんでしょうか、うん、具体的な効果としては、はい、これの開発の目的はやはり旧車、古い車というのはやはり長年ずっと使われていてあちこち摩耗していて、うん、まあ、設計も古いのでどうしても摩耗が一番心配だと思ってるんですよ、うん、はい、でその摩耗を止めてあげる、うん、摩耗を抑えるための耐摩耗剤がメインに入っています。耐摩耗剤ってことはコーティングする感じですか。そうですね、金属の表面にコーティングしてそれ以上摩耗を抑えてくれる、うん、でそのコーティングのその層というのは滑りも良くなるので、うん、先ほどおっしゃったようにレスポンスも良くなるとか、うん、そういう効果も考えられます、うん、はい、なるほどなるほど。このエンジンオイルだけじゃダメなの。エンジンオイルも最近のエンジンオイルはやっぱり性能素晴らしいんですけど、うん、今のエンジンオイルはまあ今の車に向けて作ってるんですね、うん、やっぱり。で、うん、長年30年40年、うん、50年少しずつずっとあちこちが摩耗してきてるようなエンジン、まあ、エンジンの表面もまあ最初の頃はツルツルでこんな滑りがいいじゃないですか、うん、で何十年もずっと使ってるとあちこち少しずつ摩耗してくるので、関節なんかにね、うん、なんかこうなんか年配になると、はい、なんかね、潤滑油みたいなのなくなるじゃないですか。そうですね。いや、でもそういうことですよね。まあ、そうです。やっぱ摩耗してる面ってどうしてもガザガザになるじゃないですか。うん、ガザガザをこう滑らせるより、ツルツルの方がいいですよね。その方が摩耗が絶対抑えられるので。まあ、コーティングだよね。そうです。コーティングにして、ツルツルにして、ガザガザた面も滑らせる。今からね、はい、その添加剤を入れる前の車に土屋さんに乗ってもらって、はい、まあ、実際添加剤入れた、はい、そんなすぐに変わりは分かるものなんですか。まあ本当はですね、あのまあ慣らしが必要なので何十キロとか乗ってもらうのがいいんですが、まあ今あのまあちょっとこの添加剤で空ぶかしもやってみて、それで馴染みをつけますので、うん、その効果で見ていただきたいと思います。わかりました。楽しみですね。でね、土屋さんのもちろん感想もとっても大切なんですけど、うん、これ私たちほら分かんないじゃないですか、うん、土屋さんにこう言われた通り信じるしかないでしょ、うん、なのでここからはですね、エンジンオイル添加剤の摩擦低減効果がどれほどのものなのかっていうのをちょっと検証実験をしたいと思うんですよ。シム検試験機といいまして、まあ、簡単に言うとエンジンの摩耗を再現するような、はい、そういう装置になります、はい、で具体的には、まあ、モーターでこのローラーを回して、うん、ここに金属チップがあるんですけど、それを押し付ける、で荷重で押し付けて、うん、その時の、まあ、焼き付きの荷重をこれで見てもらうと、うん、
そういうものになります。まずはですね、通常のエンジンオイルと添加剤を入れた時にどれぐらい変わるか、はい、それを見ていただきます。まずは通常のエンジンオイル、まあ、これはの 5W30 の、まあ、比較的高級とされている某メーカーのエンジンオイルになります。はい、はい、だいたいあの針の位置としてはまあ2G いかないぐらいですね、うんうん、まあこれぐらいの荷重で止まる、まあ焼き付きが起きているというふうに見てください、はい、ここにですねうちの添加剤を入れます、はい、はい、でもう一度、はい、でなじませて、うん、はい、まあこれはあの今こう回ってる状態で先ほどまあ2時いかないぐらいで止まってましたよね、うん、で先ほどこのくらい、そうだね、このくらい止まってましたね、はいはい、で先ほどもここでキーキー言ってたんですけど、うん、キーキーも鳴らずに、ここからさらに荷重を上げていきます、嘘、でまだまだちょっと音が鳴ってきましたけど、はい、実は音が鳴ってるっていうのはここに熱を持たせていて、この熱に反応して皮膜を今作ってるんです、うん、あ、そうなんだ、はい、なのでもっと上がっていきます、もっと上がっていきます、もっと上がってで今ですね、まあ6時ちょっと過ぎの時に止まりましたが、実はまだ皮膜を作ってる途中なので、はい、これはもっともっと上がっていきます。あ、本当だ、何それ、なんかさこんなもんですね、手品みたいだね、なんかこんなに変わるんですか、はい、キャップ一杯で、これは手品、怪しい通販番組になってましたね本当です、平気でしょうかこれね、なんかね、はい、で怪しいな、もう一個これお見せしたいものがありまして、うん、実はですね、だんだん丸山さんの声が怪しくなってきたよ平気、大丈夫ですよ、大丈夫ですよあのちゃんとしたまともな会社員ですので、で、まあ今はこのオイルの中に一緒に添加剤が入ってましたよね、うん、でこのローラーにオイルもついてますけど、このオイルを拭き取ります、はい、はい、オイルはもうついてません、はいはい、で皮膜がついてるって言いましたよね、はい、その皮膜ができてるかどうかをご覧入れます。ああ、そういうこと、先ほどこの辺で止まりましたよね、うん、はい、いきます、先ほどと同じ荷重で止まりますよね、本当だ、皮膜ができてるのでオイルで潤滑してないという証拠になります。これ手品じゃないよね、手品ではないです、あくまでこれ実験ですので、はい、こういうのどうやって作れたんですか、発明できたんですか、あのですね、もともとですねこういう添加剤というのは昔からずっと開発されていて、で実は工業用とかにも、まあ、これに近いような成分いっぱい使われています。でそれを、その性能の高いものをエンジンオイル に使えるようにあのモディファイして、まあ、開発して作ったのがこちらになります、はい、なんで全開なんですか、全開はやっぱりエンジンの進化、本当の価値って全開にしかやっぱりないと思うので、うん、旧車であったとしても本当にエンジンの価値を最大限活かせるものを作ろうと、全開にできる添加剤を作ろうと、なので旧車を守る、旧車の生き生きさせるため全開ということですね、はい、土屋さん、はい、どうでしょうか、まあ、分かるかどうかだよねそうですね、うん、だって、うん、摩耗なんかさ、バラしてみないと分かんないですよね、そうか、まあ、あとはこの吹け上がりとかそういうフィーリングがね、そうそうそう、どれぐらい変わるかですけど、実際乗ってみないと ね分かんないよね、うん、でも今目で見てこれだけ違うっていうのも分かりましたからね、うん、すごいな、じゃあ早速、ね、はい、じゃあこれ1台の車でね、エンジンオイル添加剤を使用前、うん、使用後で乗り比べていただいて、うん、どれだけの差を感じられるのかを比べてみたいと思います、うんうん、面白い、そうだね、はい、さあお願いします、はい、今のところどうですか、感じは、まあ、こんなもんじゃない、こんなもんだよね、うんうん、アルテッツァは、はい、それでは行ってまいります、はい、懐かしいなアルテッツァ、ほらね、ニトさんが離れてんだよねこれ、お帰りなさい、どうですか、どうですか、やっぱ楽しいねアルテッツァ ね、 なんかさ全然さ
もうこれで十分みたいな顔してるじゃない。こんな車だったなっていうさ、いやいやいや、難しいよね。そういう企画じゃないから。違うんだ。違うから。これですよ。これを入れて、そうですよ、今度ね、まあ、どう変わるか。どうしますか、もう土屋さんも十分だってますよ、これで。あの、ぜひこれを使った後の乗り味を、はい、ああなるほどね。ご堪能ください。まぶしドリンクみたいなもんですからね。そうです。そうですね。まぶしドリンクです。はい。まぶしドリンク効かないよ。いやいや、そんな効くんですよ。あの、このまぶしドリンク効きますんで。はい。これ効きますよ。じゃ早速入れてください。はい。はい、これ入れ方っていうか、はい、これはエンジンオイルの量はどのぐらいでしょうか。エンジンオイルの量に対して 10% が目安になります。なるほど。はい。さあ、はい、はい、慣らしがね、終わった車やってまいりましたので、うん、エンジンオイル添加剤を使用した状態で ね、ちょっとまた土屋さんに乗っていただいて、はい、フィーリングを教えていただきたいなと思います。ね、しましょう。果たして丸山マジックかね、本当かどうか。そんなわかるかね。さあ、ドキドキですね。ドキドキですよ。いやいや、これは厳しい判定ですよ。どうですか。2から3に入れるタイミングがちょっと早くなった。お、あ、そう、うん、それどういうことですか。エンジンの周りが早いんだと思う。おお、実際違いますか。実際はわからない。実際はわからないんだけど、メーターだけ見てると、うん、2から3に入れるタイミングがさっきより早い。おお、だから回転の上がりが早いんだろうね。丸山さん、これは正解ですか。正解だと思います、ね、感覚的にはあんまり分かんないんだけど、うん、さっきと今で比較すると2速から3速に入れるタイミングがあれさっきより早い。うん、だからエンジンの周りが軽く回ってんだろうね。なるほどね。あとあれじゃないですか、このアルテッサはもともと良かったじゃないですか。もともといい、もともといいから、なかなかね、その差ができに、そうですね、さあ綺麗に回るエンジンだと差がやっぱり出づらいと思いますね。そうですね、だから、うん、ちょっと調子悪いくらいの方が、うん、そうそう、ね、そうですね、明確に分かると思います。はい、うん、それはね、デリーさんちのフォルクスワーゲン持ってくれやすぐわ。そうか、うちのなんかも動かないからな。そうか、まず多分ここまでつきませんよ。どうでした、今回はエンジンオイル添加剤をね、いろいろ実験したりしてみましたけど。だから添加剤はね、うん、いろんな番組でやってんだけど、はい、ほとんどがボツが多いよね。あ、そう、あ、どういうことですか。だから今みたいに乗り比べても、そのシフトポイントも変わらない、エンジンの吹き上がりもそんな分かんない、うん、でその感覚的に人間ドライバーが乗ってもなんか違うのかなぐらい。まあそうだよね。でまたね、まあ、そういうのしょうがないよね。まあ、もちろん。そうそうそう。じゃあ今日は結果が出た方ですかね。そうだね。だって本当に2から3もそうだし、1コーナー立ち上がるときにアクセル踏んで、うーって言ってるところがうーって吹けてカウント当てるぐらい回転の上がりが速くなってるから、あ、これが違うんだろうなっていう。あれいくらですか。3600円です。はい、税込み。これね、はい、つけるでしょ、はい、入れるでしょ、はいはい、どのぐらいの割合でまた入れるんですか。あの通常であれば大体のオイル交換ごとに入れるのが一番おすすめなんですが、うん、先ほどご覧いただいたようにきちんと被膜を作るので、例えば、まあ、今回お金がないなっていう時は、まあ、
オイル交換2回に1回でもある程度効果は発揮してくれます。3600円なんだから毎回入れなさいよ。オイル交換ってどれぐらいに1回、6000キロから8000キロ。古い車だともうちょっと、古い車だと3000キロで交換される方も多いですね。僕なんかも3000に、うん、早いですね。豆ですね。そうなんか言われて買った時にもう古いんで、もうそれこそ30年以上前だから。あ、そうですね。そうか、うん、昔は3000キロごとぐらいでしたからね。そうだからちょっとこれ面白いから、ね、ちょっと僕も使ってみます。旧車にはいいと思う。テミさんの車に入れるのがいいかもしれないですね。そうそうそう、はい、うん、はい、というわけで丸山さん、本日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、はい、お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売、買取ならアヘッド。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。